大学1年の最初はすごい調子が良くて、本当にすごく調子が良かったのね。どのぐらい調子が良かったかっていうと、中国語を私取ってた。第二外国語でね。で、最初の授業が第4声って言って、中国語の音発音って4種類しかない。あー、あー、あー、あーの4種類しかないですね。この4種類を頑張って練習しましょうっていう。それで90分溶かすって授業だったんだけど、最後の最後に、この4声を発表してくれる人、みたいな、挙手してくださいってなって、誰も手挙げなくて全然進まねえから、はいっつって。私はみんなの前で、もう立派に4声を発表したの。あー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 って言った。あーって言った。それ終わった後にさ、なんか、後ろの方に座ってた男が来て、うんのさんでしたっけ？さっきの第4声、感動しましたって言ってきて、ありがとうございます。そう、第4声、感動しましたって言われてさ、でよければ僕と食事行きませんか？すごくない？第4声。私、たった4しか発言しないのに、食事に誘われるのすごくない？これが私の、まあ、そうで、一番の盛り上がりを見せていた、まあ、そういう時期ですかね。そうでしょ？で、イタリアン。新宿のイタリアンに誘われてさ、行ったんだよ。LINE まで交換して、おごってくれるって言うから、まあいいねと思って行ったんだよ。イタリアンに。で、人通り話して、まあなんか、ご飯もおごってもらえたしよかったねって思って。だからしばらくして、また食事行きませんか？あ、いいっすよ。全然。いや、休日に。あ、全然大丈夫です。学食で。なんで学食なんだい？新宿のイタリアンからなんで学食に下がるんだい？そう、2回目は学食でしたね。学食おごってもらいました。学食、あ、でも、3回目なかったですね。ね、確かに2回目学食の時点でもしかしたら距離がぐっと縮まったかも、みたいな。そんな予感もしたんだけど、後々よく考えてみると、まあ、ランクダウンしてただけだなっていう。ね。まあ、今ならわかる。ちょっと違うな。ちょっと思ったのと、第4世の時に感じたきらめきはちょっと、外れだったかな、みたいな。でも昔は私はね、4声を発表するだけでモテてたんだ。今連絡、だって連絡来たって言ったじゃん。私は村主入ったっていうさ、ツイートしたじゃんか。そのタイミングでそいつから、そいつからさ、LINE 来てさ、すごくない？何年、4年ぶりぐらいだよ。え、皆さん、村主入ったんですか？おめでとうございます。もう、僕も加藤純一さんも、おえもんかいみたいな。うん。ムラッシュってこと発表された瞬間連絡来た。なんて答えていいか分かんなくて既読無視してます。すいません、本当にごめんなさい。エモンでした。そう、エモンだったの。もう全部がつながるでしょ。でもごめん、既読無視してます。あ、でもそうだから、数年越しに分かったこととして、私をナンパしてきた、飯を送ってくれたやつはエモンだった。怖いね。すごいよ、4年越しになんか全てが分かったみたいな。まあそんな感じだったよ。以上です。以上。あ、私モテてたんだよ。あ、その時はまだエモンじゃなかった。あ、なるほどね。新参エモンかもしれないってことね。